ウェイン・ショーター・カルテットのショーターとパティトゥッチ、ジョン・パティトゥッチはアメリカ人のベーシスト、作曲家、音楽家である。ニューヨーク市ブルックリンでイタリア系の家系に生まれ、10歳からエレクトリックベースを、15歳からはアコースティックベースを演奏するようになる。スタジオミュージシャンとして数々のセッションに参加。PB ・キングやジョージ・ベンソンなどのバックを務めた。 1985年、チックコリアのチックコリアエレクトリックバンドに参加。1987年にはチックの参加を得てデビューアルバムジョン・パティクッチを発表。6弦ベースの高音域での高速フレーズをオーバーダビングする演奏はギターのソロと聞き間違えられるほどであった。1988年、デイブ・ウェックルとのコンビでマンハッタン・ジャズ・クインテッドに参加。 1989年にはエレクトリックバンドがアコースティックバンドに進化。エレクトリックベースをアコースティックベースに持ち替えても同様のテクニックを見せた。その後1991年にチックの元から離れてからも自己のバンドとセッションワークの両方を精力的にこなす。2000年にはドラムのブライアンブレードと共にウェイン・ショーターのグループに参加。2001年には 同じコンビで、ハービー・ハンコックのディレクションズ・イン・ミュージックに参加。その後も、チック、ウェイン、ハービー・ラ・オーゴショとの共演は、断続的に続いた。2002年からは、ニューヨーク市立大学で教職にもついている。2005年には、グレート・ジャズ・トリオに参加。フュージョンから、ストレート・ア・ヘッドなジャズまで、幅広くこなし、共演ミュージシャンは他にも、マイケル・ブレッカー、 ゲイリー・バートン、スティーブ・カーン、マイク・スターン、ジョン・スコフィールド、アルディメオラなどの若手、中堅から、スタン・ゲッツ、ハンク・ジョーンズ、ドン・フリードマンらベテランまで、さらには、スティング、ナタリー・コールなどのポップミュージシャンやミルトンナシメント、イヴァン・リンスなどのブラジル系のミュージシャンにまで及び、押しも押されもせぬ、トップベーシストとなった。ありがとうございます。